今日は皆さん福島大学のオープンキャンパスに、ご来場いただきまして本当にありがとうございました。そして共生システム理工学類 の生命環境分野の模擬講義にご参加いただきましてありがとうございます。私は今日の模擬講義担当します、生物環境コースの堤と申します。よろしくお願いします。今日はですね、今スライドに映していますけども、この後スライドをお見せしますけども、外来生物の話をさせていただきます。ではスライドの方もよろしくお願いします。増える外来生物の対処方法を考えるということでお話をしますけども、これからするお話は私、生命環境コースで環境保全論という専門科目を、担当しています。その、環境保全論という授業の、これ大学2年生の専門科目ですが、イントロダクション、授業の一番最初、授業の概要の説明をする時間と、それから環境保全論の中で外来生物の話を、2回か3回に分けてしますが、その、内容の4分の1ぐらいを、合わせた内容のお話をします。ですから今日の模擬講義のために皆さんにこう噛み砕いて優しくお話をするというのではなくて、まさに大学の講義というのはどういうものなのかっていうのを体験していただくために、ほぼ大学生相手にしている内容のお話をさせていただきます。とはいえ、そんなに難しい内容ではないと思っていますのでご安心ください。では早速始めさせていただきます。で、最初にですね、ぜひ私の方が皆さんの外来生物、外来種に対するイメージというか認識を知りたいと思いますので、今このスライドに全部で、6種類の、生き物の写真が写ってますけども、この写真の、生き物が、外来生物かどうかっていうのをぜひ皆さんちょっと考えてみていただきたいと思います。で、何もヒントというかないと考えにくいと思いますので、皆さんの手元の資料にはすでに書いてありますけども、名前だけ入れます。で、左側から、皆さんも知ってると思いますけども、トキという鳥ですね。これは翼の色が何とも言えない橙というかピンクというか色をしてますけど、これトキ色っていう名前で呼ばれている色になります。それからその右側、ツヤ肌ゴマダラカミキリというカミキリムシという昆虫で、私は専門昆虫なんですけども、こういった名前が付けられている、カミキリムシの仲間。それから、右上は、ツマグロヒョウモンという蝶々ですね。なかなか派手な羽の色をしてますけども、蝶々の仲間です。で、その下、これは皆さんご存知だと思いますけども、クローバーという名前で知られているシロツメクサという、その辺にたくさん生えている、植物になります。で、下2つは魚です。左側が、鯉、鯉のぼりの鯉ですね。それから右側が、オオクチバスという名前が付けられている、魚になります。いかがでしょうか。じゃあせっかくなので一つ一つちょっと聞いていきたいと思いますので、これは外来生物だと思ったら遠慮なくちょっと手を挙げていただければと思います。じゃあ今名前を言った順番でいきますけども、トキ、外来生物だと思う人、これはさすがにいらっしゃるんですね。はい、ではツヤ肌ゴマダラカミキリという虫は外来生物、結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。ではツマグロヒョウモンという蝶々、これ外来生物じゃないかと思う人、これもいらっしゃいますね。はい、ではシロツメクサ、これ外来生物だと思う人、これ多いですね。はい、ではコイという魚、外来生物だと思う人、これはお一人だけ。はい、ありがとうございます。で、最後オオクチバス、これは外来生物、全員ですね。はい、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございました。よく分かりました。午前中の模擬講義でもこれやったんですけど、大体同じ傾向でした。で、答えですがこれです。この中で外来生物ではないのは右上のツマグロヒョウモンだけです。それ以外は全て外来生物です。で、この次のスライドで外来生物の定義の話をしますけども、トキという鳥はこれ日本のトキは絶滅してるんですよね。で、今新潟県の佐渡島でたくさん、飛んでますし、毎年放鳥しているトキは
中国の時を繁殖させて増やしたものです。人間が人間の力で繁殖させて放鳥していますので、これは外来種です。それからコイ、これはですね、日本に古来からずっといるコイも確かにいます。しかしこの写真のコイはそういう日本にもともといたコイではなくて、外国から人間が食べるため、あるいは鑑賞するために、持ち込んだ、ドイツとかですね、それから、外国からもともと入っていたものを奈良県で増やしたりとか、そういうドイツゴイとかヤマトゴイ、ヤマトっていうのは日本という意味ではなくて奈良県のヤマト地方という意味ですけども、そういう名前で呼ばれている、外国から入ってきたコイの仲間が今たくさん増えてというか、多分皆さんがご覧になるコイはほとんど外来の日本にもともといたコイではないコイだと思います。そんな形ですね。で、改めてですけども外来生物の定義です。この一番上の、四角で囲ったところに書きました。もともとその地域にはいなかったのに、時代は明治時代以降です。明治時代以降に私たち人間の活動によって他の地域から入ってきた生物、意図的か非意図的かは問いません。人間がわざわざ持ってきたものもそうですし、意図せずに、いろんな理由で、人間の活動に付随して、入ってしまったもの、それも全部含めて、外来生物というふうに呼びます。で、皆さんのイメージとしてはこの外国から日本に入ってきた生物、これを外来生物っていうふうに呼ぶ印象が強いかもしれませんけども、実はカブトムシ、これは在来種です。在来種なんですけども、北海道にはもともとカブトムシという虫はいなかったんですね。これを誰かが持って行って離してどんどん増えて、今北海道で普通にカブトムシたくさんいますけども、北海道ではこれ、外来種扱いです。こういう日本の国内のある場所から別の場所に持って行かれて定着してしまったような生物のことも国内外来種っていうふうに呼びますけども、外来生物という扱いになっています。で、一方で渡り鳥とか海流に乗って移動する魚や植物の種、こういうのは自然の力で、移動分散しているものなので外来種とは言いません。先ほど見ていただいた、例えばこのスマグロヒョウモン、いかにも南方系で外来種っぽい羽の色をしてますけども、これは近年、気候変動、地球温暖化の影響でどんどん分布を北に広げていて、福島県も今から数年前に入ってきて、もう今完全に普通種になってますけども、こういった、そもそも温暖化が人間の影響という、捉え方はもちろんありますけども、でもこの蝶としては自力で分布を広げているわけなので、こういうパターンは外来種というふうには呼びません。さあ、それで、今日は皆さんにその、多分外来種の話を耳にされる機会が最近増えていると思うんですけども、そういった増える、外来生物に対して私たちはどういう意識で向き合っていけばいいのかっていうことをいろいろと、学んでいただければと思っています。で、外来種が私たち人間生活に対して及ぼす影響はですね、たくさんありますけども、3つほど紹介したいと思います。で、その3つを紹介する前に、まずですね、その外来生物の中で地域の自然環境に大きな悪い影響を与え生物多様性を脅かす恐れのあるものを侵略的外来生物と呼びます。外来生物は先ほどのスライドにもありましたけども、日本にもすでに2200種類ぐらい定着していると言われています。その中でも特に、私たちの生活とかに、大きな影響を及ぼすようなものを侵略的外来生物といって、さらにその中の、生態系、私たちの生命身体、農林水産業に大きな悪い影響を与える外来種のことを特定外来生物といって、これを法律、外来生物法というふうに略して呼びますけども、その法律で厳しく取り扱いが制限されています。今現在156種群指定されています。先ほど全員の方が手を挙げてくださった大口バス、別名ブラックバスっていう名前でも呼ばれますけども、あれも特定外来生物に指定されている外来生物になります。で、特定外来生物は移動とか、それから飼育したりすることが禁じられてますので、例えばその、いる場所からちょっと手に取ってお家まで持って帰っちゃうっていう、それだけでも法律違反になります。
個人の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金ですから、かなり重い刑罰になっていますので、ぜひご注意いただければと思います。で、生態系の影響ですけども、まあ、ここに示したように、在来種を食べてしまうとか、競争関係によって、在来種の、まあ、住み場所を奪ってしまうとか、それからこの後のスライドで簡単に説明しますけども、在来種との間で雑種を作ってしまって、まあ、遺伝的な攪乱、遺伝子汚染という呼び方をしますけども、遺伝的な組成を、壊してしまうような事例も、最近よく聞かれるようになりました。で、その、遺伝子汚染、遺伝的攪乱というのが、まあ、なぜ問題なのかです。まあ、一番の理由はこの1番に書きました、まあ、その地域というのは、まあ、日本というふうに考えていただいてもいいです。外国から外来生物が入ってきた場合は日本固有の、遺伝子の組成を、失わせてしまうような結果になるということが大きな問題です。で、先ほど申し上げたようにこのお話は私が大学生相手に環境保全論という授業でお話ししてるんですけども、そうすると大学生からこういう質問が毎年出されます。A という遺伝子組成、まあ、これ例えば日本にいた集団の遺伝子組成だとします。そういう遺伝子組成を持っている集団に外国から B という遺伝子組成を持った集団が入ってくると、A だけだったところに A と B という 2パターンの遺伝子組成が存在することになります。これは遺伝的多様性が増えるのでいいことではないかという、そういう質問です。さらに言うと、この A と B が雑種を作って AB という遺伝子組成を持った個体が生まれますので、 A だけだったところに A と B と AB という3パターンになるので、これはいいことなんじゃないかというふうな質問があります。で、これある意味正しいです。一時的に確かに遺伝的多様性は外来種が入ることによって、遺伝的な攪乱が起こることによって増えます。しかし、長い目で見るとこれ最終的にどうなるかっていうと、 A も B もいなくなって全て AB になる可能性が高いです。で、問題はこの赤字で示しましたけども、まあ、この日本の場合と先ほど申し上げましたが、その場所にしかなかった A というパターンがなくなる、喪失してしまう、これが一番問題なんですね。例えばこの3番目に有用な遺伝子資源が失われる可能性があるというのを書きました。その生物が持っているその特性、遺伝的なバックグラウンドを持つ特性によって、例えば何か薬品、試薬、あるいは薬ができる場合があります。がんの特効薬が見つかるなんてこともあります。で、そういった遺伝的な特性を持っていた個体群の遺伝子組成が外来種によって攪乱されて失われるっていう可能性があるっていうところを考えても、やっぱりこの A が喪失するっていう、地域固有の遺伝子組成がなくなるっていうのは大きな問題、まあ、これが遺伝子汚染の大きな問題点ということになります。さて、次はですね、分かりやすい例ですけども、私たち人間の生命身体への影響ですね。この右上の写真はカミツキガメという外来種、特定外来種の写真ですけども、こう掴んでるのが大人の人の男の人の腕ですから、どれだけ大きいカメかというのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。鋭い、まあ、顎、強力な顎で、大人の指ぐらいだったら完全に切ってしまうような、力を持った、外来種になります。それから、産業への影響ですね。農林水産物への影響ですけども、まあ、その農作物を食べるという影響ももちろんですけども、その、まあ、畑だったり田んぼだったり耕作地を、踏み荒らして、別にその外来種が食べるわけではないんだけども、いろんな影響が出るという問題もあります。で、皆さんにぜひ今日せっかくの機会なので、覚えていていただきたいのがこの外来種被害予防3原則というところです。生態系などへの悪影響を及ぼすかもしれない外来種は分布していない地域に絶対に入れない、それから飼育されている外来種は野外に出さないために、絶対に捨てない、まあ、これはペットとか飼っている、飼い主の、モラルの問題ですけども、それから野外で繁殖してしまっている外来種は分布域をそれ以上絶対に広げない。あと3番目はなかなか一般の方が何か、できることとはなかなか限りませんけども、ぜひこの入れない、捨てない、広げないという、まあ、このスローガンですね、これはぜひ覚えて実践していただければというふうに思います。
います。さて、もう一つその私が環境保全論という授業をやっていて、あの大学生からよく聞かれる質問の一つに、日本に入ってきた外来種の中で一番なんていうんですかね、やばいっていう言葉をよく最近あの学生使いますけども、外来種は何ですかっていう質問があります。まあ、要するにあの私たちの生活に一番強い悪い影響を及ぼす外来種は何かという質問。私は個人的にはこれじゃないかと思ってます。アライグマですね。でこれはもう私たちの本当にすぐ身近に、いる存在になりました。福島県にもたくさん、います。で、まあ、一つ一つ説明はしませんけども、今あの紹介してきました生態系への影響ですとか、人の生命身体への影響ですとか、それから農林水産業の影響すべて、がここに含まれる、そういったあの動物になります。で特に皆さんに注意していただきたいのがここです。人の生活健康への被害の中に狂犬病の媒介があります。アライグマは狂犬病を媒介する動物なんです。狂犬病というのは致死率ほぼ 100% です。人間の体の中にその病原体が入るとその人はもう、生きることができない、それぐらい恐ろしい病気です。で犬の場合は予防接種を受ければ、被害を防ぐことはできますけども、アライグマは野生動物ですのでそれができません。それぐらい恐ろしい病気を媒介する生き物だということです。でそれに対してこの一番右側に書きましたけども、私たちが実際にやっている対策としましては、有害鳥獣捕獲、要するに対症療法的な対策だけしか今できてない状態です。しかもその、捕獲に対しても、まあ、捕まえた後はかわいそうなんですけども殺処分するしかないんですね。その殺処分に対する生命倫理的立場からの反対が非常に大きくて、なかなかあのそういった対策も、進めづらいという背景があります。でそのなぜ倫理的な生命倫理的な立場からの反対が大きいかというと、私は個人的にこれが原因じゃないかというふうに思っているんですけども、皆さんご存知ですか？これご存知ですよね。これ私がちょうどあの子供の頃にライブでアニメを見てたぐらいの世代なんですけども、まあ、再放送で多分皆さんご存知だと思います。アライグマラスカルですね。このアニメのキャラクターの可愛さが実際のアライグマっていうのは可愛い生き物なんじゃないかという大きな誤解を与えてしまっているというのが一つ原因じゃないかと思います。でただしですね、あのアライグマラスカルというアニメーションのお話は最後どうなるか、アライグマを拾った子供の、あのアライグマを拾った少年は最後アライグマが、まあ、とにかく乱暴になって飼いきれなくなって森に返すんですよね。ですからこれあのアニメーションはアライグマの生態を非常に正確に表しているアニメーションです。で要するにアライグマというのは人間に飼える生き物ではないんです。でそれをあのアニメーションが火付け役になって日本がペットをしてどん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 北アメリカから輸入して、であのアニメとまさに同じように飼いきれなくなってモラルのない飼い主が捨てて今やもう47都道府県ほとんどに蔓延しているという状況になっている。まあ、そういうあの、非常にかわいそうな動物ではありますけれども、とにかく大きな被害を、及ぼしている外来生物になります。さて、次にちょっと小さい字ばっかりで申し訳ないですけども、皆さんがあんまり外来種問題ではないんじゃないかと思われている問題を2つほど、話題として提供したいと思います。一つはあの冒頭皆さんにあの外来種かどうかをあの、確認してもらった時に出てきたコイですけども、このコイが高校生の皆さんが多分生まれたか生まれてないかぐらいの時代でしょうか、2003年とか2004年ぐらいだったと思いますけども、日本全国の、養魚場だったりとか大きな湖で大量死、したあのことがあります。でこのその時の写真がこれなんですけども、これはコイヘルペスウイルスというウイルス、これコイだけを殺すウイルスなんですけども、これによってコイが大量死しました。こんな事件があの今から20年近く前にありました。もう一つは、これはちょっとすいません、あの画像がちっちゃくて見えないかもしれませんけど、緑の中にちょっとだけこう茶色い部分があるんですね。でこれ松枯れです。松の木が枯れるというあの現象。でこれを起こしているのがこの
松の材線虫という名前が付けられた線虫の仲間、この線虫が松に感染すると、通道組織を破壊してしまって松は水を吸い上げられなくなって枯れてしまうというそういう病気です。で、線虫は移動分散能力があまり高くありませんので、これを分散させているのが私の専門であります昆虫である、松のまだらカミキリというカミキリムシです。これが線虫が感染している松をかじりますと、体内カミキリムシの体内から、その松の中に線虫が入って枯らしてしまうということを繰り返す。で、そういう、現象です。で、この2つに共通するのは、今日外来種の話をしているのにどこが外来種なんだって話なんですけども、このコイヘルペスウイルスによってコイが死んだ時に死んだのはもともと日本にいたコイがほとんどです。先ほど外国からたくさんコイを輸入して増やして今私たちが見ているコイはほとんど外来種のコイですよという話をしましたが、それはほとんど死んでないんですね。死んだのは日本に古くからいたコイです。それから松枯れによって枯れるのも日本の松だけなんです。外国から入ってきた、特にアメリカから入ってきたような松が植わっているところはこの松の材線虫によって枯れません。要するにヘルペスウイルスも松の材線虫も外来種なんですね。外国から日本に入ってきて日本のコイとか日本の松とは相互関係がうまくいかなくて、殺してしまったり枯らしてしまったりということをするそういう現象なんです。こういう外来生物問題にはこういう側面も、あります。さて、もう一つ、気づかなければ対処できないというタイトルのスライドなんですけども、これはどこかと言いますと、これ福島大学のキャンパス内です。こちらに誰も今日座ってらっしゃらないんですけども、そこから窓の外を見ると、まさにこれと同じ風景が 見えられます。これ不思議な画像だと思います。これトチの木という、植物、木の写真なんですけども、この木は比較的健全で葉っぱがいっぱいついてますけど、隣の木は完全に葉っぱがありません。枯れてます。で、この辺はなんか真ん中あたりにだけ葉っぱがついてて、上の方は全然葉っぱがないっていう状態ですね。で、これが去年のあたりから福島大学の金井川キャンパス内に植わっているほぼ全ての土地の木がこんな状態になってしまいました。次々に枯れています。中には危ないので、施設課の職員の方によって、伐採された個体もあります。で、この土地の木を近くに寄って写真を撮ったのがこれで、なんか穴がこうボコボコ開いてるんですね。これ拡大したものです。で、これ誰がやってるかというとこれです。これが最初の方のスライドで皆さんにお見せしたツヤハダゴマダラカミキという、カミキリムシ。これが、口でかじって穴を開けて、でそこにメスがお尻を突っ込んで卵を産む。で、卵からかえった幼虫がこのトチの木の中を、先行して、でこの、虫の幼虫は導管組織ですね。だから要するに植物の養分を吸い上げる、運ぶ組織を破壊してしまいます。そうするとその土地の木は養分を運ぶことができなくなって枯れるっていうそういう構図です。で、これ3匹いますけど、実は2匹がツヤハダゴマダラカミキリ外来種で、1つは日本に昔からいるゴマダラカミキリという種類です。これ標本今日持ってきてるので、この模擬講義終わった後もしお時間があれば見てっていただければと思うんですけども、この一番右側だけが日本の在来種ゴマダラカミキリで、この左側2つ、こっちがオスでこっちがメス。カミキリムシはオスの方が触角が長いのでそこで分かるんですけども、こちらが外来種になります。区別点はこの首のところに、灰色の模様が2つ出るのが日本のゴマダラカミキリで、出ないのが外国、中国から入ってきたと言われてますけども、ツヤハダゴマダラカミキリになります。で、この外来種はですね、10月11月まで活動します。それに対して在来種のゴマダラカミキリは今の7月、あるいは8月ぐらい、夏の間だけしか活動しません。で、実は私も数年前から福島大学のキャンパス内に秋にまで活動するゴマダラカミキリがいるなというのは実は気がついていました。
まさかツヤハダだとは思ってなかったので、その時に対処すればもしかしたらこれほどトチノキが枯れることはなかったのかもしれません。まあ、そういう意味では大いに反省していますけれども、まあ、気づかなければ対処できないという、まあ、一つの例かなというふうに思いお話ししました。でもう一つ気づかないとっていう話の続きでザリガニの話をします。内田ザリガニという特定外来生物がいます。まあ、こんな姿形をしたザリガニなんですけども、体長が15-20センチ、これも標本持ってきているのでもしお時間ありましたら終わった後にご覧になっていただければと思います。アメリカザリガニ最大でも12センチですから、どれぐらい大きいかというのはちょっと分かっていただけるかなと思います。もともと日本にはアメリカのオレゴン州のコロンビア川から、食べるために食料として日本各地に、入りました、導入されました。1900年代初めぐらいです。ところが不思議なことに当時、日本のどこでもこれを増やすことができなかったんですね。北海道と滋賀県と長野県以外はどこもほぼ絶滅しています。ところがその唯一生き残った、まあ、ほとんど北海道ですけども、北海道の個体が、最近になって次々と本州に、入ってしまって増えている。まあ、人間が移動させていることに間違いありませんけども、まあ、そういう、あちこちで増えているザリガニです。で基本的には流水そして冷水温を好むんですけども、高い温度30度でも生きていくことができるので、かなり、適応範囲の広い、生き物になります。それで福島県の県南部に西郷村という自治体があります。でその西郷村というところに北川ダムという北川という川をせき止めて作られたダム湖があるんですけど、そのダム湖の上流で今から12年前、2010年に、この内田ザリガニという外来生物が初めて確認されました。これ大人の人差し指なのでそんなに大きな個体でないことがお分かりいただけると思います。当時確か2個体ぐらいだったと思います、見つかったのが。でその時になんとか、すればよかったと、本当これも反省なんですけども、それからしばらくほったらかしにしたんですね。5年後同じ場所で、試験捕獲をしたところ113個体が、捕まりました。まあ、その時はまだダムの堤体よりも下にはいなかったんですけども、これはいけないということで西郷村が動き始めまして、翌年から駆除活動が始まりました。翌年の9月に同じような調査をしたところ、これカニカゴで駆除してますけども、カニカゴにいっぱい入ったザリガニですが、ダムの上流は196個体、そしてとうとうダムの下流にも、3個体で使って広がってしまっているということが分かりました。で今でも毎年毎月1回ぐらい、役場の人とかボランティアの人とか、環境省の関係者とか、いろんな人が携わって、私も 毎回参加してますけども、駆除活動をやってきました。2016年から昨年まで、まあ、やり方が毎年ちょっと違うのでこれ単純に比較はできませんけども、昨年は2万個体以上駆除してるんですね、1年間。しかし正直なところ減った感が全くありません。いいとこ現状維持です。毎年、これぐらい駆除してもなかなか減らすことができない。この時に返す返すも何とかしておけばっていう反省点です。なので、すぐ対処しないと手遅れになるという、まあ、そういう一つの教訓かなと思います。で今どうしてるかと言いますとですね、これコロナ禍前の写真なんですけども、まあ、たくさんのボランティアの人に県のイベントとして参加していただいたりとか、こんな感じで、カニカゴを引き上げるとか、オスメスの個体数を数えるとかっていうこともやってるので、まあ、そういうのに参加してもらって、でその後、これもともと食料として日本に導入されたものですから、まあ、塩茹でこれ全然泥抜きしなくても美味しくいただけますので、塩茹でにして、まあ、食べたりとか、あとせっかくなんでちゃんとした料理人のシェフの人に頼んでフルコースで作ってもらったりしたこともあります。とっても美味しかったです。ただこれ、フルコース作ってもらったらですね、1人分が大体200匹ぐらい必要だって言われて結構大変で、殻むくのに1人人を雇わなければいけないとか、
また結構大変なので、なかなかその採算取れるような形にはならないんですけども、まあ、最近よく言われる食べて駆除するっていうのが一つ、ウチダザリガニに関しては取れる方策なのかなというふうには思っています。で、今日実はこう茹でたザリガニも持ってきているので、皆さんに食べてくださいという話ではなくて、たまたま一昨日私クズカツと行ってきて、その時にお昼ご飯と一緒にいただいたものの残りがありますので、どんな感じになるのかというのはご覧いただければと思います。さあ、そろそろ時間もなくなってきましたので、最後まとめの方に入りたいと思いますけども、その外来生物というのは非常にたくさん私たちの人間生活に、悪い影響を及ぼすので、駆除、今の内田大学の話もそうですけども、駆除しなければいけないというそういうなんか使命感がすごく強く出されて、で、某テレビ番組のタイトルでも池の水をなんとかっていうのがありますけども、その生態系から除去したい気持ちにどうしてもなるんですね。でそうするとでもどうなるのかっていうことをよく考えないといけない。でこれは実際に外国であった実例ですけども、外来ネズミが増えてしまって、こいつが貴重な在来の貝の仲間を食べると、で貝がどんどん減ってしまっているので、この外来ネズミをとにかく徹底的に駆除するということが行われました。でその時にその貝の仲間の中にも外来の貝がいることは分かっていたんですけども、この外来の貝と在来の貝の関係がよく分かってなかったんですけども、とにかくネズミの影響が大きいということでネズミを徹底的に駆除して、根絶しました。そうしたら在来の貝は増えたかというと、これ結果そうじゃないんですね。今度この外来の貝類との間の競争関係が、顕在化して、で結局在来の貝が負けてしまって、ネズミがいた時よりもさらに個体数を減らしてしまうというような結果になりました。ということで外来種イコール悪という構図で全て駆除すれば良いとは限らない。で外来生物というのは最初の方のスライドでお見せしましたように明治時代以降に日本に入ってきたものを言いますので、もう相当長い年月が経っているわけですよ。でその間にもう日本の生態系の構成メンバーとして重要な機能を担っているものもいますので、外来生物の、駆除とかを考えるときには十分に事前の調査をして、生態系全体を視野に入れた慎重な駆除計画を立てることというのが非常に大事になってきます。全部をいなくさせることが本当に一番ベストな選択かどうかというのをよく考えなければいけないということで、外来生物対策単独よりも生態系機能の回復というのを重要視してどれぐらいの駆除をするかを考えるということが大事だと思います。はい、そして最後まとめになります。日本は島国ですので、そして資源も乏しいですから、どうしても外国からいろんなものを、輸入しなければなりません。でその時に非意図的に入ってきてしまう外来生物もやっぱりいるわけです。そういうまずバックグラウンドがあるってことをただしっかりと理解する。そして今申し上げましたように外来生物の中にはすでにその地域の生態系の構成を整っている場合もあるということを認識する。そして私たちのさまざまな不注意、気づかなかったとか気づいた時に手を打たなかったとか、不用意に外に逃がしてしまったとか、そういったものが外来生物の分布域拡大に関わっている場合も多いということがありますので、この赤字で示した5点、まずは予防三原則をしっかりと守ること、そしてさまざまな外来生物の駆除活動が行われてますので、そういった駆除活動に可能であれば積極的に関わっていただくこと、そして、今その私たちの身近な周りで何が起こっているかっていうのに気づく目と、それを知ろうとする心をぜひ、大学のさまざまな学びを通して養っていただきたい。そして最後にも申し上げました、その種類をだけを見るのではなくて生態系として見る視点をぜひ持っていただきたい。で最後に外来生物は悪ではありません。外来生物に罪があるわけではないので、できるだけ、活用できるのであれば活用模索するっていう方向で考えるのが今私たちが、やるべき、増える外来生物に対する対処方法かなというふうに、思います。ここまでで今日の模擬講義のお話は、終わりにしたいと思います。では数分時間がまだありますので、何か皆さんの方から今日のお話で
ご質問があればいただければと思います。いかがでしょうか。はい、お願いします。ちょうどあの話題とかは、はい、外来生物 の, そのアップリの一番悪い話をしていて、中にはその日本生態系にいいものだったりとかあるかもしれないんですけど、そのいい生態系とか例えばどんなものか、具体的にこの種類があのプラス効果を発揮しているっていうのをあのお話しするのは難しいんですけども、例えばあの一番最初のスライドを見ていただいたシロツメクサとかあの紫ツメクサっていう、クローバーの仲間は結構いろんな在来日本の在来生物の休密源になってるんですね。なので例えばですけども、あのクローバーぐらいしかその蜜を集める花がないところで外来生物だからといってクローバーを全部こう刈り取ってしまったりすると、在来種 の, その食べ物がなくなってしまって在来種が個体数を減らしてしまうみたいなことは起こり得るので、まあ、そういったあのものはいくつか知られています。春初夏とかにあの国道沿いに白い花をバーッと咲かせるハリエンジュっていうあれも外来種ですけども、あれなんかはあれが増えたがためにあれを餌にできるその日本の蝶々の中の、まあ、数種類が増えているっていうあのデータもありますので、そういったまああの餌になったり休密源になったりするような植物は一部そのプラス効果は発揮しているのかなというふうに思います。他いかがでしょうか。よろしいですか。あのチャットありますか。大丈夫ですか。はい、はい。それではあの、まあ、もう少しは時間がありますので、ちょっとあの終わる前にその標本の紹介だけさせてください。あのまずザリガニですが、どれぐらいの大きさかっていうので こんな大きさになってます。配信の方見れますか。はい、はい、これ置いときますので、あのここに置いときますので後でご覧になっていただければと思います。それから これはですね、卵を持っているメスのアルコール漬け標本になります。大体多いと500個ぐらい卵を持つんですけども、この状態で、冬を越して翌春にこの卵を全部、返してしまいます。なので秋とにかくメスを私たちは駆除、しないと、1匹メスこの状態のものを逃がすと翌年500匹あの小さいザリガニ、小さいザリガニを持ってきてるんですけども、あのまあ、見えないと思いますけど、この中に今年生まれて、おととい、捕まえてきた個体が入っています。でこのでっかいザリガニの中にその孵化直後 の小さいザリガニも入っていますので、ちょっとその大きさを比較していただければと思います。で最後にこれが茹でた こんな感じ、美味しそうだと思いますか。もうちょっと食べない方がいいと思うので皆さんには差し上げませんけど、あのゆでたては本当に美味しいです。あのさっきも言いましたけど泥抜きをしなくても全然 OK なので、あのアメリカザリガニみたいなあの水っぽさもありません。あのこれ北海道は実はあの漁業権を設定している場所が一箇所だけあって、あの流通させてますけども、そこではレイクロブスターという名前で、あの実際にあの食べさせてます。結構いいお値段であの売ってます。で、ごめんなさい、最後じゃないですね。これが日本のゴマダラカミキリとツヤハダゴマダラカミキリの標本なので、ぜひその違いが見分けられるか、これも置いておきますので、お時間がある方はご覧になっていただければと思います。はい、それではあの以上で、終わりたいと思います。配信もこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。